ジャジャウマオクマン長者はアメリカのシットコム。1962年から1971年まで CBS により放送された。日本では1962年から1963年まで NTV で放送。日本での放送時間は火曜19時19時30分。山陽電機の一社提供。1967年からは富士テレビでも放送された。 主人公達が受けるカルチャーショックをテーマとしたテレビドラマの先駆けとなり、本放送当時は様々な批判もあったが、9年間にわたる放送のほとんどで高視聴率を記録した。9年間の放送期間のうち7年間は視聴率ベスト12中に止まり、2回の年間視聴率1位を記録、また多くの放送会がアメリカ国内で、 最も視聴されたテレビ番組に常に名を連ねている。さらに、放送期間中に7つのエミー賞にノミネートされ、アメリカでは、初回放送から半世紀近く経っても、ティビランドを含むいくつかのケーブルテレビで放送されている。このドラマの主題歌も有名である。1993年には20世紀フォックスにより、ビバリーヒルビリーズ、ジャジャウマオクマン長者として映画化された。 番組タイトルのヒルビリーとは、アパラチア山脈周辺に居住する貧困白人層のことで直訳すれば、ビバリーヒルズの田舎者となり、対照的な存在でありながら、因を踏んでいる。このドラマの主題は、ビバリーヒルズの富裕層の間にいきなり投げ込まれた貧しい田舎者の一家が体験するカルチャーショックである。片い中の貧しい農家、クランペット一家の課長ジェドが、 獲物を狙って発砲した三段銃の弾丸が当たった場所から石油が溢れ出してくる。物語は石油会社がクランペット家の土地から石油が出たという情報を聞きつけるところで始まる。一家は石油会社の払った油田の権利金でにわかなり金になりロスアンゼルスのビバリーヒルズの豪邸に引っ越す。それまで極貧生活を送ってきたクランペット一家は 新しい家電製品の使い方がわからなかったり、庭の池に飼われたフラミンゴを調理して食べようとしたり、毎回色々な騒動を引き起こす。町の住人から自分たちが実際には歓迎されていないことに気づいたおばあちゃんは、繰り返し家族を田舎に戻そうと試みる。一方で、隣人で銀行頭取のドライスデルは、クランペット一家が自分の銀行に資産を預けているため、 なみなみならぬ努力で、騒動の尻拭いをして回り、一家をビバリーヒルズに引き留めようとする。声はの順。ありがとうございます。